皆さん、こんにちは。ワンダリクルフィッシュです。では、今回は、ルパン三世、パンドラの遺産、続きをプレイしていきたいと思います。前回、第1ステージ、第2ステージとクリアを進めてきましたので、今回は第3ステージになります。早速、始めていきましょう。クラリスをね、救出したいので、うわ、いきなりやられた。クラリス救出のために、ちょっと頑張って、苦手なアクションゲームですけど、こなしていきます。ちょっとここでね、早速、五右衛門がやられてしまったので、五右衛門の救出もね、していきましょうね。もう本当にアクションゲームが苦手なんで、黙っちゃうんで、気をつけてやっていかないと、いつの間にか、静かにただただゲームをしている人っていう、そういうことになってしまうんで、ちょっとそれ言うことがないようにだけ気をつけます。まあ、前の動画でもね、お話してる通り、とにかく、いかに、防弾チョッキを残して、ステージをね、進めていくかっていうのが、大きなポイントになっていくと思うんで、できるだけね、ちょっと食らわないように進めていきましょう。水中の面、行けるときはね、水中の面を使っていきます。まずい。ボンベを無駄に消耗してしまいましたけど、ここかな？ここからは前に進めますね。この辺りで上がってみる？もうちょっと上まで行けたかな？ただもういいとこまで来てるので、このまま行きましょう。まずいまずいまずい。ルパンは、ジャンプしながら拳銃が撃てないという、うわ、大きな欠点があるんで、できるだけね、地上で戦いたいですよね。まずい！まずい。こんなところで、無駄に、たくさん使っちゃったなぁ。本当はね、ノーミスで行きたいぐらいのところなんですけどね。このまま行くと、ちょっと最後の第4ステージで、もしかしたら、防弾チョッキ不足に陥る可能性があるんで、できるだけ防弾チョッキを回収できるところがあれば回収していきましょう。あとは五右衛門を助けて、五右衛門にチェンジ。ここはですね、ボス戦は次元で戦うのがいいみたいなんで、できるだけね、ちょっと次元残していきたいんですよね。そうなるとやっぱり五右衛門をね、ちょっと使っていきたいと思います。なんか今までに見たことないごついキャラが出てきたな。なんかポパイみたいなやつがいましたよね、今ね。五右衛門のいいところは、樽が転がってきてると思うんですけど、樽もね、破壊できるっていうのがね、めちゃくちゃ大きいんですよね。ルパンとか次元だと樽が出てくるともう、避けるっていう以外のアクションがないんですけど、五右衛門の場合だと、普通に樽を破壊するっていうアクションが、今みたいに取れるんで、だいぶ違いますね。よし。これで、アイテム回収できるものは回収したかな。まあ、防弾チョッキは残念ながら回収、ね、できなかったというのはありますけどね。影がまた出てきてんな。いきなり水中から影がパーンって出てきて、そこで五右衛門が死ぬパターンもありますからね。いや、防弾チョッキが全然ない。まずいな。防弾チョッキをなんとか手に入れていかないと。変な服はどこで買ったんだと。いや、五右衛門、ずっとこんな服着てますからね。まあ、五右衛門使いやすいよな、飛び道具がないけど。
ルーターンがね、やっぱ一番使いにくいですね。攻撃適性が、とにかく悪い。ちょっと後ろから影がついてきてますけど、無視していきましょう。まずい、落ちた。落ち死にがあるのは、ルパンはない。ね、そこはいい部分ではあると思うんですけどね。ちょっと、どっかで。次元、うん。ゴエモンを助けて、また、ゴエモンに変えたいな。ここなんだよね。これなんですよ、ルパン。樽がね、破壊できないっていうのがあるんで、かなりネックなんだよな。そして、また防弾チョッキを消耗してしまった。ようやく防弾チョッキが1個回収できましたけど。さあ、では、さらに進んでいきまーす。そうか、ルパンはジャンプ攻撃もできないんだった。ついつい忘れてね、ジャンプ攻撃しようとしたんですよね。ちょっとあそこ気になるから行きたいけど、あいつが邪魔だな。ゴエモンだとね、切れるんですけどね、ルパンだとちょっと切れない。変なタイミングで入っちゃうと、ああいうことが起きるんで、ちょっと欲に駆られないようにしないとな。ゴエモン助けたいな。うん、こいつは一撃で死なないどころか二発でも死なない。しかもなんか切れるとスピードが上がりますね。拳銃を食らっても死なないって、どういうやつなんだよ。一発どころか二発三発当ててもね、死なないですもんね。クラリスはピラミッドで生贄にされる。じゃあ、ピラミッドに向かうことになるんだろうな。おっと、これほんと苦手だわ。苦手。ちょっと隠し部屋あるんで、ちょっと入っていきましょうか。いやー、ここで俺が欲しいのはやっぱり防弾チョッキなんだけどな。そんなにどこにでもあるもんじゃないですね。逆にトランシーバーはね、結構ありますね。おっとー、やっちまったか。もうこれで次元がやられるとゲームオーバーになるんで、慎重に行きましょう。触っちゃいけない何かが見えないんですよね。もうこの次元になっちゃうとゴーグルが使えないんで。次元ぐらいのね、鉄砲の上があれば樽を破壊できるとかってなると使い勝手がむちゃくちゃ上がると思うんですけどね。ちょっとやっぱ慎重な上にも慎重に進んでいくっていうぐらいの感じで進めないとダメですね。アイテムを回収するけど、よし、ボタンチョッキー。いやー、でもちょっと数足りないな。20個ぐらい欲しい
いい気がしてるんで。おっとおっとおっとっとおっとやられた。ちょっとここまで戻ってきます。はい、ボスの面までたどり着きましたので、もうちょっとここでボスを倒しにかかっちゃいましょう。次元に変えていきます。うわ、いきなりやられた。これはクリア難しいんじゃないか。当たってんのかな攻撃が。うわ、やられた。ちょっとまたここまで戻ってきます。さあ、戻ってきました。今度こそ倒すぞ。ここもね、なんかハメポイントがあるみたいなんで、ちょっとそのハメポイントを確認します。まあ、ハメて倒してるんじゃ、面白くもなんともないだろうっていうね、まあ、大きな問題点はあるんですけども、まあ、ちょっとそうも言っていられないので、ここは、うわ、いきなりやれた。ちょっとそうも言っていられないので、しっかり、やりましょう。当たってんのかな、これ。なんか当たってんの？うわ、食らったよ。反射神経がものを言うと言っていいからな。なんかちょっと、この、かわしがうまくいくかどうかだな。ちょうど打ってきたときに、当たってはいそうなので、当たったタイミングで敵がこの弾を撃ってくるときにちゃんとしゃがめるかどうかですね。ここが一番いいポイントだな。ちょっとルパンですけど、このままやっちゃいます。もうちょっと寄ってこい。この後ろに敵が覗けぞってるときは多分クラッダメージが入ってる時だと思うんですよね。逆に立ってないと多分攻撃が当たってない。顔面がちょうど弱点なのかな。なのでちょっと漏れなくしゃがめるように、いつでもしゃがめる気持ちでいましょう。いや、これ、ハメがないと無理だわ。ここが、ちゃんとしゃがみさえできれば無敵ポイントっぽいんで、ここでちゃんと、敵を倒さないと無理ですね。僕のアクションゲームの出前では。おっと！なかなか敵も、粘り強い。今どんくらい敵がね、ダメージ与えたのかとかちょっとわかんないですからね。これ次元だとね、弾が端っこまで飛ぶんで、こういう時も多分ずーっとダメージ与え続けられるんでしょうね。それにしたってもう、防弾チョッキが3個だからな。心もとないというか、数的に心配ですよね。よし、倒した。いやー、ここは辛かったな。防弾チョッキが3つしかないので、ちょっと裏でやり直してステージ4に臨みたいと思います。今回はね、ちょっと不甲斐ない心配ありましたけども、一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、ステージ4、最後のステージになりますが、そちらプレイしていきたいと思います。